各国がこれままでの方針を転換してますドイツが国防費を大幅に上げたということそしてもう一つドイツこれ朝日新聞ですけども武器供与に転換そうですこれまで各国がウクライナに武器を支援するっていうことを散々表明してきたところがドイツは全く。 武器の支援っってていうこことをしてこなかったわけですよそして唯一周りみんなやってるのよドイツがロシアからね天然ガス買うからって言ってさすがにウクライナに何もあげないわけにいかなくなって仕方なくヘルメットを5,000個送るっていった途端オーバッシングですよ。は ヘルメットそんんんなもんでどうううやって戦うんだというね何よりあった方がいいんでしょうけどもねだって20万人の軍隊がいてさらに予備役がね退役軍人がえ何90万人いて5000個のヘルメットでバカにしてんのかってねもうウクライナからドイツふざけんなって俺たちバカにしてんのっていうそういうメッセージが飛んだぐらいなんですよねロシアを敵にしたくないから天然ガス買わなきゃいけないからヘルメットでもってお茶を濁そうとしたところがそのドイツが武器供与に転換ですよ ここですよね、日本も転換しなきゃダメなんですドイツの研究を見ますよウクライナにミサイルヘルメットからミサイル全 全然違うででしょヘルルメットからミサイルですよドイツ政府は26日ウクライナ支援を強化するためこれまで拒んできたウクライナへの武器支援を解禁した紛争地帯への武器供与をしない意向だったがロシアのウクライナ侵攻が激しさを増す中で方針転換したドイツ政府の発表によると対戦車用武器1000機と携帯型地対空ミサイルスティンガー500機を速球に 供与するウクライナからの支援要請に対しドイツの現政権は殺傷能力のある武器を紛争地帯に送らない方針を取ってきた1月には代わりに軍用ヘルメット5000個を送ると発表したがこれが支援に後ろ向きな印象を与えウクライナ側から不満が漏れていたドイツのショルツ首相は声明で第2次大戦後の世界の秩序全体が脅かされているプーチンの侵攻軍に対し防衛するウクライナを全力で支えるのは我々の責務だと判断を変えた理由を 説明した大体ドイツなんて、先の大戦の敗戦国よ。そしてドイツが力を持つとか、ドイツが武器を渡すなんていうのは、国際社会がすごい警戒するんですよね。ドイツも、いや、今出すと言って、周りの国にも認めて、いろんなね、これまでの立ち位置とか変わってきてるんですよ。柔軟に対応しなきゃいけないんです。武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして、誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。 え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。